皆さんこんにちは。9月7日のヤクルト対巨人戦で巨人の声優劇手坂本勇人選手がプロ17年目で初めて三塁で先発出場することになりました。坂本選手のコンバートの噂は以前から上がっていましたが、なぜこのタイミングでコンバートされることとなったのでしょうか。そこで今回は坂本勇人選手のコンバートの理由と本音を紹介していきます。9月5日に体調不良のため新型コロナウイルス感染拡大防止特例の対象指名選手として登録抹消されていた坂本選手は2日ぶりに出場選手登録されました。この日の試合前練習では現役時代は三塁手だった原辰徳監督に言葉をかけられながら入念に三塁守備を確認しました。侍ジャパンやオールスターでも遊撃を貫いてきた坂本選手は2080試合出場のうち2038試合に先発し、ポジション別では遊撃2032、1塁3、2塁1、DH2 でした。遊撃以外のポジションでの先発は2013年9月8日の阪神戦での5番1塁以来10年ぶりとなります。長年チームにとって絶対的な存在として君臨した男もベテランの域に入り、継続的な試合出場のためには負担減が必須となっていました。以前から話が出ていた遊撃手から他のポジションへのコンバート案が現実味を帯びていました。巨人は現状は B クラスの4位ですが、3位の DeNA に必死に食らいついています。 CS 進出には経験と実績がある中堅ベテランの活躍は不可欠です。現在34歳の坂本選手はベテランと呼ばれる年齢となりましたが、かつてのような爆発力はないものの、要所ではさすがの働きを見せています。今季は春先こそ不調でスタメンを外れることもありましたが、5月以降は徐々に成績を上げ、改めて頼れる選手であることを認識したファンは多いでしょう。昨年はレギュラー獲得以降最低となる83試合の出場に終わり、今季も序盤から不振が続いていたことで一時は定位置剥奪との憶測も流れましたが、しっかりと盛り返してきました。ですが今季は怪我をしたことで遊撃のポジションにつくことについては様々な意見が出ていました。結果が出ない時期でも原辰徳監督が外さなかったのは影響力を重要視しているから、今後も同様の役割を期待するなら負担の大きい遊撃手ではない方がいい。本人は同ポジションにこだわりがあるだろうが、今季の怪我を転換期と捉えてほしい。走ったり守ったりできないとなかなかごまかせないポジションと坂本選手自身も語っています。遊撃へのこだわりで復帰が遅れればチームに迷惑をかけます。何より今後の現役生活を縮めることにもなりかねません。コンバートは最善策という声は多いです。体質にもよるが肉離れは習慣化しやすい。瞬発系の動きをした際に発症する可能性が高いので遊撃や二塁は最もリスクが高い。また近年の野球では守備力が重要視される外野手も同様、一塁か三塁が現実的に思える。坂本を効果的に起用するため各選手が複数ポジションをこなせるようにする必要がある。岡本和真、秋広優斗、ルーキー浅野翔吾の3人は一塁、三塁、左翼の3つのポジション、中田翔も一塁と左翼、調子次第で使い分ければ強力な布陣になる。一塁、三塁、左翼の選手が流動的に動くのであれば二遊間をしっかり固める。二塁には吉川尚輝という球界屈指の名手がいるので守れる遊撃を見つければいい。打力は低いが守備力は坂本に匹敵する。中山ライトと門脇誠が候補、後釜がしっかり育ってきているのも大きいです。坂本選手が離脱後は門脇選手が遊撃手として最も多くの試合に先発出場していますが、今後は長い目で見て若い選手を試す時期でもあります。原監督には腹をくくってほしい。二遊間は常に試合へ関与するポジションだけに一軍での実戦経験を積まないと育たない。極端な話打率0割でいいから守備を徹底重視するくらいでいい。中山、門脇のどちらかが育てば今後10年は安泰になる可能性もあるのだから。ここ数年は怪我での欠場が目立ったことでたびたびコンバートの話が出てきましたが、時間だけが経過してきました。その間打撃成績などは下がっているとはいえ
遊撃手として試合に出場することにこだわりを見せてきた坂本選手。もちろんショートのこだわりというか強くありますし、ショートだから全試合出られないとか怪我をしたとか絶対に言われたくないので、どこのポジションでも全試合に出るというのはすごく大変なことでもあるので、こだわりというかショートだからコンバートした方がいいんじゃないとか、そうやって言われるのはすごく嫌だなと思います、と遊撃手としての思いを口にしていました。ですが状況を考えると、やはり今がコンバートのタイミングだったのでしょう。原監督は坂本選手の三塁起用についていろんなことを考慮して、やっぱ彼にずっと離脱してほしくないからと説明しました。遊撃には門脇を据える方針を固めており、ショートはハードなポジションだからと、今季は6月に右太もも裏の肉離れなどで離脱しただけに負担を考慮する側面もあるようです。 CS 進出へ負けられない戦いが続く中で、原監督が決断を下した形となりました。原辰徳監督は以前に坂本選手のコンバートに関して、こちら側から仕掛けることじゃない、本人がギブアップとなった時に初めてショートというのは変わっていくんじゃないかと語っていました。球界を代表する遊撃手に成長したキャリアを尊重、あくまで本人の意思でコンバートが進んでいくのではないかという見通しを指揮官は語っていました。このことから坂本選手自身がついに根を上げたということなのかもしれません。そんな坂本選手は初の三塁での守備機会でいきなり好プレーを披露し、チームをピンチから救いました。迎えた4回でした。岡本和真選手の38号ツーランで先制したその裏、3回まで完全投球を見せていた先発赤星投手が西から山田選手、村上選手に連続二塁打を許して失点し、1対2となりました。なおも西二塁の場面で打席には5番サンタナが入りましたが、坂本選手は強打者の痛烈な三塁線への打球を逆シングルでスライディングキャッチすると冷静に一塁へ送球しました。抜ければ同点となる当たりを攻守で阻止しました。スリーアウト目を取った坂本は思わず照れ笑いを浮かべましたが、続く5回にはオスナの19号ソロで2対2の同点となった後の無視一塁で松本選手の3ゴロを処理して5、4、3の併殺も完成させました。試合開始直後は歴史が動いた、ちょっとだけね、複雑なんよなどの声を上げていたファンも、この攻守にマジで神、何でもできる、何年もサードでやってきたような動き、打球への反応をえぐいなどと驚きの声を上げていました。3試合ぶりの復帰戦となった2回の第1打席ではチーム初安打となる中前打も放っており、攻守ではつらつとした動きを見せています。決意のコンバートで再出発を果たした坂本選手の活躍に今後も注目ですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。